というわけで応援合戦の演出をすることになったんだ。わー、すごく楽しそう。応援合戦って響きだけでなんだか元気もみもみになるよね。でもまさか司だけじゃなくルイまで応援団になるなんてね。え、司くんも応援団になったのかい？そういえばメッセージ来てたね。赤組応援団の副団長を任されたため、その打ち合わせで今日は世界に行けって。そっか、だからこう司くんいなかったんだ。じゃあルイくんも司くんもこれから忙しくなっちゃうのかな。僕は応援団に入ったわけじゃなくて、あくまでヘルプという形だけど、関わり方は団員とあまり変わらないから、そうかもしれないね。しかし、司くんまで応援団になっていたというのは初耳だったよ。僕たちは青組だし、敵同士ということだね。それは残念だね。エミちゃんって新体操部だったの？かっこいい。他にもいろんな部活行ってるんだよ。それで誰かが困ったなってなってる時は助けに行くの。だから上校の体育祭行けないのは悲しいけど、みんなは私の分まで3人を応援してあげてね。任せてちょうだい。みんなも見に来るの？もちろん、エムちゃんの体育祭も応援したし、ネネちゃんたちのことも張り切って応援しちゃうよ。そういえば、司くんが赤組、ルイくんが青組で、ネネちゃんは何組なのかしら。私は緑組だよ。へえ、そうだったのか。ずいぶん綺麗に分かれたものだね。そうだね、本当に三国志みたい。三国志？ああ、言っていなかったね。うちの学校の応援合戦にはテーマが決められているんだ。それが今回は三国志なんだよ。そうだったんだ。なかなか難しそうな大会だね。あ、前にみんなに持ってきてもらった本の中にあったよね。でも難しくて最後まで読めなかったな。どんなお話なの？簡単に言うと、3つの国の覇権を争って、それぞれの立役者が奮闘をする話なんだけど、応援合戦では内容を知らない人でもちゃんと楽しめるように、作中で登場する有名な武将劉備をイメージに展開させようと思っているよ。なるほど、劉備か。劉備？ルパ、知ってる？劉備。もちろん知ってるな。カッパさんが好きな緑の食べ物よ。夏は殻の冷たい水で冷やしてから食べるのがとっても美味しいですって。それは劉備じゃないかな。あはは、ルカってば。それ響きが似てるだけだよ。あら、違ったのね。じゃあ、ルービーって何かしら。戦乱の世で人々に慕われながら国を築き上げた人だよ。でもあくまでテーマにとどめようと思っているから、詳しくなくても大丈夫だよ。それより今悩んでいるのは構成の整理かな。
ベースの案は無数にあるから、それを可能な限り盛り込みつつ精査していきたいんだけど、うまく噛み合わなくてね。団長さんがほぼ1年かけて考えた思いも詰まった案だものね。確かにまとめるのは難しそうだけど、何かいいヒントはないかしら。急にカッパさん水の中、とっても気持ちよさそうに泳いで、みんなで楽しそうね。水の中で泳ぐ、火に飛び込む演出は入れる予定だけど、そういえば僕たちは青組だし、青をモチーフにしたものを演出に入れ込んでもいいかもしれないね。となると劉備のイメージと合うのは、ルイ君もすぐにアイディアを思いつく頭の回転の速いところは三国志の孔明みたいだ。ルイ君すごーい。でも孔明ってダメだって。ルイ君はもう一度三国志を読んだらどうかしら。うん、なかなかいいアイデアが浮かんだよ。今日帰ったら早速案をまとめてみよう。ん、もうまとめるところまで行ってるの。さすがレイク。私も体育祭の日は遠くからギューンと応援パワーを送るよ。頑張れ頑張れルイク、頑張れ頑張れツーカサくん、頑張れ頑張れネーネーちゃん。もうまだ体育祭じゃないんだから気が早いでしょ。でも M ちゃんの応援は元気が出るね。そうだね。もしかしたら僕たちの中で一番応援団に向いてるんじゃないかな。僕も M 君のようにみんなに力を与えられるよう頑張らなくてはね。ではみんなの動きを見ながら構成の細かいところを詰めさせてもらいますね。ストーリーとしては悪政で疲弊しきった国に劉備が現れて、貧民たちや兵に立ち上がる活力を与える展開を想定しています。貧民や兵の役は私たちがやるんだよね。ええ、主役の劉備である団長の立ち回りは非常に重要です。細かいところまで冷たいところですが、まずは好きに動いてみましょうか。団長、大胆な動きでみんなを鼓舞してあげてください。団長、元気づけて。なかなか様になってるね。団員のみんなにもそれぞれにふさわしい役があるから、動きを確認しながらやってみようか。私たちはどんな役になるのかな、楽しみだね。水木、そうだね。しかし一日でここまで構成をまとめちゃうなんて、さすがルイ、天才演出家。まだ調整段階だけどね。とはいえイメージは固まってきたかな。ただ何かもう一要素あれば、もっと。
司くん。おとといぶりだな、ルイ。まさかこのような形で顔を合わせることになろうとは。っていうか、アキトも応援団やってたんだ。もしかして立候補とか？俺が好き好んで立候補するわけねえだろ。司先輩にしつこく熱心に頼まれて仕方なく。なあ、最初は難色を示されたが、我が赤組応援団のあのパートにはアキトの協力が欠かせないと頼み込んだら快諾してくれたのだ。快諾はしてねえっての。しかし青組応援団に演出のヘルプが入ったことは聞いていたが、まさかルイのことだったとは。そうだね、僕も昨日司くんが応援団に入ったと聞いて驚いたよ。それに団長のこの感じを見ると。あ、もしかしてこの人が団長の言ってた宿敵なの？